皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は選択契約書で取った選手を紹介していきたいなと思います。もうすでに獲得していて育成まで終わっているんですけど、あらかじめ言っておくと藤井選手ではありません。まあ、ずっと動画でね、まあ、多分選択は藤井選手取るだろうと言ってたんですけど、選択の期限が切れるギリギリにね A ランクの藤井選手が追加されてようやく球種が分かったんですよ。でそこでね球種が、シリーズ1と変わっていなかったんで、まあ、シリーズ2でね当たる可能性もあるし、まあ、ちょっとシリーズ2にかけようということで、藤井選手を取らずに他の選手を取っています。まあ、最初はね藤井選手を取ろうと思ってたんですけど、まあ、藤井選手のね選択肢が消えたんで、個人的には、選択肢が2つになりました。でその2つの中からさすがにこっち取ってた方がいいかなという選手がいたのでそっちの選手を取っています。それでは紹介しましょう。今回はこちらの選手を取りました。というわけで選択契約書から獲得したのはメルセデス選手です。いやここ結構迷ったんですよ。もう一人の候補が坂倉選手のシリーズ2でした。ただね坂倉選手シリーズ1持っていて、メルセデス選手はねシリーズ1持ってなかったんで、まあさすがにね持ってない方優先ということで今回ねメルセデス選手を取っています。まあ、来年からねロッテの加入が決まっているんですけど、まあ、ロッテでね仮に S ランクが出たところでこの球種である保証がないんですよ。まあ、もしかしたらねストレート動かなくなっているかもしれないですし、まあ、ツーシームが消えている可能性もゼロではないです。で特能もね今ものすごく強いんで、まあ、一応強いうちに取っておこうということで、今回ね選択しています。まあ、最近ねメルセデス使っている人増えてきたと思うんですけど、もう本当にね強いと個人的に思ってますし、まあ、今のスピちゃん予選でもね先発ローテで使おうかなと思っているので、今回選択しています。まあ、極みでねもともと持っていて軽傷で済んでますし、まあ、今回のね、主なピッチャー陣はこんな感じになるかなと思うので、まあ、このピッチャー陣でねしっかりと抑えて、まあ、なんとかね勝ち切っていきたいなと思ってます。まあ、真っすらツーシームになったねメルセデス使うの初めてなので、結構楽しみにしてます。かなり強いと思うので早速ね使っていきましょう。あれあれメルセデスがなんで2体いるんだ、ちょっと待ってね。あれっていう茶番はさておき、まあ、大体察しのいい方ならね気づいているかなと思うんですけど、メルセデス残り1日で受け取りました。選択契約書ですね。選択契約書残り1日で受け取って、その次の日に正月福袋が来たんですよ。でその正月福袋を引いてたら40連目ぐらいに出上がりました。しかも正月福袋から出たのが今回ね極めているメルセデスです。でなんで正月福袋のやつを極めているのかというと、自分ねランキング走ってたんで正月福袋のやつを極めるとボーナスが美味しいんですよ。でもちろんね選択で受け取ったやつボーナスがつかないんで、今回ねボーナスがついている正月福袋で引いたメルセデスが左で、選択で受け取ったのが右です。選択で受け取ったメルセデス1日で解雇ということで本当にショックでした。まあ、結果論なんですけど、これだったら坂倉さんがね藤井選手でもよかったなということで、いやマジでショックだったんですけど、まあ仕方ないね。なんとなく引くような気がしたんで、ね、かなりダメージは来てるんですけど、まあもうしょうがないんで、もう忘れて使っていきたいなと思います。いやー、萎えるよね。いやまさかね、選択で取った選手をこうも早々に切ることになるとは思わなかった。でメルセデスの使い方なんですけど、もうとりあえずコースギリギリにストレートとツーシーム投げ分けてれば大丈夫です。甘いところもたまにはね使うことになるんですけど、基本本当にビタビタで、で全くボール球振ってくれないときは、まあ、あえてね甘いところとか投げたりするんですけど、もう基本ギリギリ投げないとメルセデスを使ってる意味がありません。まあ、たまにねなんかめっちゃ甘いところにまっすらツーシーム使い分けてる人いるんですけど、あのほぼ意味ないです。本当にもうギリギリ投げないと意味ないんで、例えばカウント不利になってなんかツーシーム来そうなところにあえてまっすら投げたり、そういうことは、結構聞くんですけど、もう何のね、狙いもなく甘いところに投げ分けるのは、結構間違った、メルセデスのね使い方なんで、それは気をつけないといけません。まあ、コントロール持ってるんでね、コントロールが出た時は、まあ、多少ねナイスピッチとかでもいいんですけど、出てない時にいかにベスピを投げれるかどうか、ここがね勝負になってきます。なんで例えばノーツーからストライク入れてきそうなところをあえてまたボール球で外したり、でこれだけ振ってこないときついんで、こういう時はあえてスライダー投げたりね、そうそう、追い込んでメルセデスの場合は、まあ、多少ボール球でもいいです。今ちょっとボール球にしようと思ったんですけど、コース甘かったですね。基本的にあまりファーボールは出したくないタイプなんですけど、メルセデスはもう投球のね配球として
まあ、あえてファーボールというかその3ボールからボール球を投げる、メルセデスの場合は、まあ、それやっていいかなと思います。この人なかなか振らないタイプですね。どうしようかな、まあ、ちょっとここは際どくいきましょう。どうしよっかな、怖いねここ、怖いけどまっすら行こっかな。ちょっと甘めにまっすら。さあ全然振ってこねえ。ここはもう一球際どくいきます。危ねえ、今普通にどっちが来ても、おーっと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 、坂倉さんそれはやばいよ。あれかな、選択で取らなかったこと怒ってるのかな。申し訳ない。いや、なんなら俺も後悔している。こんな福袋でメルセデスを引けると思ってなかったから。いや、仕方ないじゃん。俺もそりゃ取りたかったよ、あんたの方。いやー、ボールか。今入りに行ったんだけどな。ここはボール球でいきます。フランナーこの人全然見えてるか見えてないかって言ったら見えてないんだろうけど、際どいとこ振らないようにしてる感じがする。いや、マスラで行った方が良かった気がする。あーよかった、危ね、逆にマスラ行ってたらやられてたね。まあ、メルセデス使う上でね、まあ、多少のボール球ヒットとか、まあ、あの相手の読みが当たっちゃって、まあ、マスラかツーシームどっちかホームラン打たれるってことは、まあ、使っていく上ではあると思うんですけど、それはね気にしたらダメだと思う。多少の失点は、そういうなんか理不尽な失点はもう目つぶらないとなかなか使えないと思う。ただね、大量失点はしにくいピッチャーなんで、そこが個人的にメルセデスの強さかなと思います。事故りにくいっていうかね。危ない。じゃあリアタイやっててメルセデスから1イニング5点奪える人が何人いるかって話なんですよ。なかなかいないと思う、ちゃんと配球してあげれば。なのでそういう意味で使ってますね。いくら猛者でも、もう 100% マッスラツーシーム見えてない限りは打てないと思うし、見えてて、おっと、見えててもミスる時があると思うんですよ。なので個人的にね、メルセデスは強いと思ってます。まあ、今の環境だとだいぶトップクラスかな。今ね、先発で一番強いのが、まあ、藤波さんなんですけど、人によっては2番目にもなると思う。まあ、逆に人によってはなんか先発ローテ入れるのが嫌っていう人もいると思うんですけど、個人的にはおすすめしてます。なんで持ってる人はね、大会、あ、ミスター、何をしてる。なので使ってる人は、違うね、何を言ってるのかね、今ちょっと変なアウトで動揺しちゃった、持ってる人は、ぜひ使ってみてほしい。まあ、あとはね、相手の癖を読むことが大事。相手の方が多分際どいところを追い込まれるまでは振らないタイプだと思うんで、こういうタイプが来た時はガンガンストライク取りに行っていいと思う。そう、絶対振らないんですよ。で、あえてもここ決めに行きます。はい、完璧。こういうなんか相手の癖を読むのもなんか大事かな。で、ここで相手が3球勝負で来たって思って初球から振りに来ることもあるので、ここは1球外します。あ、なるほどね。まだ振ってこないっていうことは今の三振はあんまり気にしてないと。あ、やべえな、ちょっともう1球いきます。で、こういう時はどんどんストライクを取っていって相手を追い込んでいく、これが大事ですね。入れたいんだけどな、なかなか入んねえな。どうしよっかな。じゃ、甘いところにツーシームと見せかけたまっすら、打ち上げてるよ、取ってほしいよ。取れないか、王さんなら取れてたかな。さあ、さすがに振ると思うんですよ、ボール球でも。だから最初からボール球なんだって。今まっすらでもボール球、おかしいな。今コントロール出ててベスピなのにパワーボールになっちゃった。まあ、それもご愛嬌ですよね。まあ、それもちょっと使う上ではもう仕方ない。引っ張ってるからレフトフライですと。強いと思う本当に。いや、メルセデスずっと使いたかった。どうだろうね、ロッテの加入が決まったけど球種が変わらないままなのか、もしかしたら大幅リニューアルされるか、それはもう来年来てみないと分かんないですね。取れますと。強い、本当に強い。 OKOK。 さあ、バースですよ、次バース。あのバースがね、だいぶチートだと思うんですよ。あの最初代打で使う代打で使うって言ってたんですけど、もしかしたらマジでスタメンで考えてますか。多分スタメンで使います。はい、ちょっとね、なんか今回のバース予想以上の打ちやすさというか、
飛びますね、うん、やっぱステータス大事だわ。いくら広角アーチといえど、広角アーチでもやっぱ捨て高い人の方が当たり前ですけど打ちやすいですね。特に今回のバースはなんかぶっ壊れてる気がします。うん、入ってます。めっちゃいいとこ投げるやん。今バースベタ褒めしてたのに見送り三振って、何もしてね。いやー、どう、超える、超えるね。しかもこれだとさすがに帰ってこれないか。うん、総力 D はいろんな意味で侮れない。申し訳ない、シリーズ2じゃないけど本当に取りたかった、本当に取りたかったんだ俺は。いや、知らんやんそんな福袋でね。これで福袋で逆に坂倉さん引けてたらね、選択でメルセデス取ってよかったってなるわけで、もう知らんよそれに関しては。結果論だもん。あー惜しいな。これシリーズ2だったら多分ホームラン、シリーズ2だったら今巻いてます。いや強すぎ本当に。